はい、こんにちは。田中美やです。私ですね、フリーランスでライター、リサーチャー、構成作家、翻訳などをやらせていただいているんですけれども、このチャンネルでは、私の普段目にしたニュースであるとか、普段の生活の中から思っていたことをどんどん語っていこうかなという趣旨でやらせていただいているんですけれども、今日はですね、ネットに真実はあるのかどうか。 っていう部分について、えーまあ、可能な限り、えり、ー、共有させていただければと思っております。えー、っとですね、私あの、リサーチャーという仕事を、まあ、やらせていただいてまして、このリサーチャーって何のことだか、えー、分かんないことだと思ってるんですけれども、えー、っと、まあ、テレビ番組に、えー、テレビでも、えー、ネットでも、えー、まあ、番組に使う、えー、情報を、まあ、 えー、どんな情報を出すべきかとか、えー、どんな情報を、えー、使っていくかとか、まあ、例えばお店情報だったりとか、えー、ニュースだったら、えー、普段のニュースであるとか、えー、そういったものをピックアップしてで、まあえー、プロデューサーやディレクターさん、作家さんなどに見ていただいて、えー、でそれで、まあえー、企画を考える際の参考資料にするであるとか。 まあ企画が最初にあってその企画に合うお店情報だったりとかえまあタレントさんの情報だったりとかっていうパターンもあるんですけれどもまあそういった形でそのえ幅広く世の中から情報を集めてくるっていうのがリサーチャーの仕事でしてでその中に裏取りっていう仕事があるんですその裏取りって何かっていうとあの例えばえこのニュースが例えば海外のニュースでも何でもこのニュースで取り上げられていることが 本当かどうか、えー、っていうものを、えー、調べるっていうファクトを調べる事実を調べるっていうようなことですよね。例えば一時の一時ソース出典に当たったりであるとか、まあ、論文が元になっている記事だったら、えー、その論文の方まで行って、まあ、本当にこういう論文が存在するのかとか、えーまあ、本当に、えー、外説などでその論文の外説などで同じことを言ってるのか、えー、っていうところを調べてで まあえー、そういう仕事があってで、まあ、ニュースとか、えー、出す時にはあのーまあ、ご情報を出したらいけないので、えー、そういった役割がちゃんと裏取りという役割を、えー、与えられをしなければいけないんですけれども、まあ、そういったのも、えー、リサーーチャーの仕事にはなってきてきいます、えー、その上で語らせていただくんですけれどもまあ先 インターネットに最近というかもう随分昔からですけれどもインターネットが出てきてからネットの方が情報,性の,情報の信頼性が高いっていうような説も誠しやかに言われてると思うんですけれども最近であった冒険知事の問題であるとかも核となる部分はインターネット上に書いてあるだの書いてないだのっていうようなことが。 言われてるようなんですけれども、大手メディア、テレビ局では報じないとか、新聞では報じないみたいな意見もあるかと思うんですけれども、えー、私ですね、だからといってネットの方が、えー、真実があるとか、信頼性が高いかっていうと、まあそうではないなと思ってるんです。一概にそうとも言えないなと思っています。まあ先ほど申し上げたように、あのー、ネットメディアって、まあ今はだいぶ成熟してきてるので、まあ 僕のような、えー、裏取り、えー、事実確認をするっていうような舞台がいるにはいるところもあると思うんですけれども、まあ、やっぱりそのネットメディアってまだ大きいところから小さいところまであるんで、あのー、情報性情報をちゃんとし裏を出展とかを調べないまま、えー、出しちゃってるっていうようなところも結構あったりは、えー、するんですよねどこって言われるとちょっと明確には言えないんですけれども、まあ、例えばオウンドメディアをやってるような、えー、まあ 本業は別の IT の全然広告とかだけどそこがオンドメディアとかをやっててニュースとかを配信してるとかそういうパターンになった場合は本当に少人数でやってるんで編集長の思想っていうのがそのまま記事に反映されちゃうことが事実かどうかは置いておいてっていうようなことがあったりもするからまあでそういったのを結構その掲載とかがサイトの掲載とかがしっかりしてるとなんか。 あたかも本当かのように信じてしまう、えー。オーディエンスがいるっていうのはちょっと、えー、危険なことなんじゃないかなと思います、まあ。人数がいないから仕方ない面もあるんですけどテレビ局は、えー、新聞でもそうなんですけどちゃんと私,ら私たちのような、えー、リサーチャーみたいな人たちが、えー、裏を取ろうと、えー、裏を取ってから、えーまあ、少なくとも取ろうとしてから、取ろうという態度を見せてから出すので、まあ、もちろん え本当にそれが間違ってたっていうことも今までに多々あったのでまあそれは私の責任のでもあるんですけれども私の仕事の責任でも私のような職業の責任でもあるんですけれどもまあただその公平性とか客観性の面に関してはあの一概にネットの方が優れているということも言えないと思うんです。なので今ネットはまあそれこそ昔は。 まあ正直僕の感想で言うとひどかったなっていう <laughs> ところはあるんですね情報が本当かどうかっていう部分に関してはあのなんかなん,なんか、えー、掲示板、えー、某大手掲示板とかで書かれているような,なんかことまで真実だみたいな、えー、いうふうに言われちゃったりとかまあそこに真実が書いてあることももちろんあるとは思うんですけれども、ね、例えば一企業のサインさんの告発とかってなかなか自分ではこう名前出して えー、メディアとかに訴えたりとかできないと思うんでやっぱりそういった掲示板とかを利用されるって方々もいらっしゃるとは思うんですけれども SNS でも何でもいいんですけれども、えー、まあそうだとしてもあのまあ一ブログとか誰が書いたかわからないようなものであるとかっていうものが。 あの広まっちゃってそれが真実だみたいになっちゃってたっていうのはちょっとえ、えー、有識問題だったなと私は思いますあの大手メディアが、えー、大手メディアであったりテレビ局であったり新聞社であったりあのネットで言われている、えー、噂とかっていうものを扱わないっていうのは、えー、もしくは扱うにしてもかなり慎重になるっていうのはあの、まあえー、利害関係もあるし えー、しっかりその、えー、裏を、えー、取ってからっていう、えー、部分があるんでもちろん速報性としては遅れるんですけれどもネットがただ正しかった場合その代わりあのー、本当にこれ出して間,ち間違ってたら大問題になるんでそこに関しては慎重にやっていくっていう姿勢があるからその、まあ、ネット上で噂になってることでも確たる証拠がない場合はまだ扱ってはいけないっていうような部分が。 あるんですねなのでまあ震災の時とか、えー、思い返すと <laughs> ちょっとひどいデマがたくさんあったなと思います。えー、でそのひどいデマを流してる人たちがあの「自分のブログには真実が書いてあります」みたいなで例えばタイトルが「真実のブログ」みたいになってたりして「まあそれで福島が、えー、汚染されてるだのは何だの?」と <laughs>「いやまあそれで。 タイトルがブログのタイトルが真実みたいなこと書いてあるからちょっと僕はその時いやこれは差別につながるし、えー、そりゃそういうのを信じちゃってるっていうようなオーディエンスもたくさんいたんでまあちょっと大変なことだなと思っていました、えー、ただ今はネットもメディアも、えー、かなり成熟してきてると思うのでまあ昔からネットって玉石混交だったんですよ、えー、真実と嘘と。で なんであの見る人たちの本当にリテラシーっていうのが問われたんですけれどもまあ今はだいぶ、えー、洗練されてきてるんで、えー、中には本当にしっかりとしたメ、えー、ディアもあるかなと私が見た中では思いますなので玉石混交でも、あのー、洗練されてきたっていうような、えー、イメージはありますよねなのでそうですねただまあ 一つテレ、あのーまあえー、大手メディア側の問題も、えー、指摘させていただきますと、まあ、大手メディアも中立をではないんですよ、正直言うと。中立なんですけれども、おおむね番組とかによっても中立、番組によって担当者が違うの、プロデューサーが違うので、その番組プロデューサーの、えーえー、同じ局の中でもプロデューサーの思想によって、いろいろと変わってくるとは思うんですね。どういうふうに同じ情報でも扱うかっていうものは えー、なので、まあえー、完全に中立とは言いたいんですけれども、局によっても、えー、中立じゃないところがあり、えー、局によっても思想っていうのはちょっとカラーというのはちょっと違うし、その中で番組によって、あの星寄りの人,人とかがプロデューサーやったりとか、リベラルの方がプロデューサーやったりとか、そういった部分でも結構変わってくるんで、まあ完,全に保守えー、完全に中立かというと、えー、そうではない。えー、なので まあ本当にテレビとか新聞見る人も本当にそれだけを見るんじゃなくて、えー、まあちゃんとネットとかもちゃんとチェックしながらであらゆる角度から物事情報を判断してその上で何が正しいかっていうのを自分で見つけ出すっていうような姿勢が大事なんじゃないかなと思います。えー、なので、まあ ネットに真実があるっていうことに関しては今のところ玉石混交まだ玉石混交だけれどもその信頼性は高まってきているで大手メディアもネットに負けないようにネットの方も大手メディアに負けないようにどんどん洗練した報道をしていってほしいなと思っていますし僕もそういったことに協力できたらと思っています。 ご視聴いただいてありがとうございましたこの動画が良いと思った方は高評価並びにチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますそれでは